日本学術会議は日本の国立アカデミーで内閣府の特別の機関の一つ。日本の科学者の内外の大する代表機関であり、科学の向上発達を図り、行政、産業及び国民生活に科学を繁栄浸透させることを目的とする。国単位で加盟する国際学術機関の組織構成員でもあり、それらの国際分担金も担う。 学術研究会議を前進とし、学術体制刷新委員会の議論を経て1949年に発足。研究者による直接選挙を実施し、当時は学者の国会と呼ばれた。政府への勧告で多くのセンターや研究所の設立を実現し、原子力研究三原則を提言。南極特別委員会で南極探検にも貢献した。 しかし、科学技術庁や科学技術会議の設立に伴い政府への影響力は低下していき、政策提言機関として十分力を発揮したのは1970年代までと言われている。紛糾の末1983年に法改正がなされ、会員選抜は登録学術協力団体による推薦に基づく内閣総理大臣の任命に変わる。さらに、 日本学術会議不要論も叫ばれる中、中央省庁等改革基本法に橋を発する改革過程の末、2004年の法改正で2005年から組織改編。会員はコープテーション方式になり、組織も7部構成から3部構成になって、縦割りの打破が図られた。 政策への提言なども総合科学技術会議と住み分けられ、一般向けサイエンスカフェも活動に加わった。一方で、国際学術会議など40を超える国際学術団体に日本を代表して加盟しており、各団体の国際分担金も日本学術会議予算で賄われている。国際科学会議では14万ドルを支出し、世界3位の地位を占め、 日本から吉川博之会長、黒田玲子副会長を輩出した。また、日本学術会議はアジア学術会議をリードし、事務局、事務局長を担っている。内閣総理大臣が所轄し、その経費は国の予算で負担されるが、活動は政府から独立して行われる。科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること。 科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させることを職務としている。1949年に制定された日本学術会議法の全文には、日本学術会議は、科学が文化国家の基礎であるという確信に立って、科学者の総意のもとに、我が国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、 世界の学会と提携して学術の進歩に寄与することを使命とし、ここに設立される、と記されている。同年1月20日の第1回総会において、吉田茂首相の代理として挨拶を担当した植田俊吉は、その使命の達成のためには、その時々の政治的、行政的便宜というようなことの成虫を受けることのないように、 高度の自主性が与えられており、ここに本会議の重要な特色があると述べている。また、同月22日の総会の終わりには、日本学術会議の発足にあたって科学者としての決意表明という声明が採択され、そこでは我々はこれまで我が国の科学者が取りきたった態度について強く反省し、今後は科学が 文化国家内し平和国家の基礎であるという確信のもとに我が国の平和的復興と人類の福祉増進のために貢献せんことを誓うものであると謳われている。なお、1980年には科学者憲章についての声明を2008年には日本学術会議憲章を採択している。会長1名に対し副会長は人文社会系と 自然科学系の2名を設けていた。第1部から第7部までの7つの部会があり、会員210名はいずれかに所属した。各部に、部長、副部長、幹事2名の役員が置かれており、各部の専門分野は、以下の通り。第1部から第7部を、単に、文、法、教、理、公、能、意と記載することもある。なお、第7部では、 第18期で看護学研究連絡委員会を設けたものの、看護学の研究者は会員になれなかった。また、運営審議会、上地委員会、特別委員会、研究連絡委員会が設けられ、運営審議会には、不地委員会として、広報、財務、韓国等、国際会議、二国観光流などの委員会が置かれていた。第18期以降は、 アジア学術会議の委員会が設置されていた。短期の委員会として、第17期では、50年史編集準備委員会が、第18期では、ノーベル賞100周年委員会などが、第19期では、持続可能な社会に向けた、新しい科学や技術国際実行委員会や、日本学術会議改革推進委員会が置かれていた。なお、会員以外に、委員が設けられていた。 2004年の法改正に伴い、2005年10月に副会長職が研究分野別の二人制から活動分野別の三人制に改められるなど組織が再編された。2020年現在の組織を以下に示す。日本学術会議の第171回総会。約84万の日本の科学者を代表する210名の会員が集う。 2004年の法改正後、日本学術会議は210名の会員と約2000名の連携会員で構成されている。会員は特別職、連携会員は一般職の国家公務員となる。設立当初、会員は研究者による直接選挙で選ばれていたが、その後1984年からは各分野の学協会推薦方式に変更になり、 さらに2005年からは現会員が次の会員を選ぶコープテーション方式になっている。会員と連携会員のいずれも任期は6年で3年ごとに約半数が任命替えされる。会員は再任できないが連携会員は2回まで再任できる。会員は内閣総理大臣から任命され連携会員は日本学術会議会長から任命される。また、 会員や連携会員とは別に、日本学術会議アドバイザーや日本学術会議外国人アドバイザーが設けられている。さらに、栄誉会員が認定されるとともに、事務局には約50名のスタッフがいる。なお、2005年の組織改編までは、連携会員は存在せず、研究連絡委員会の委員という肩書きで、登録学術研究団体から選出されており、 1997年の時点で2370名であった。会員選出方法の詳細は、次節、選出方法と、その変遷を、選出方法改革の経緯については、組織構成の変革不死を参照。会員の任命から次の任命までの3年間が、日本学術会議の活動の一単位となっており、会長、副会長の任期も、 同じ3年間である。ただし任期中に役員の交代が行われる場合もしばしばある。基本的には3年間の活動単位が1期となっており、現在は第25期10月から2023年9月。なお、会員選出方法が変わった第12期は1年半延長され、第19期は1年短縮されている。 第六から七期日本学術会議会長、朝永慎一郎発足時の第一期は亀山直人を会長とし、人文社会部門の副会長は、吾妻久し、自然科学部門は副会長を、西名義夫が務めた。吾妻は、日本学術会議法の起草を手がけたと言われ、西名は初めて、日本学術会議を代表して欧米に赴いた。その後、蚊や、聖事、 和田立住を浅永慎一郎、江上藤夫らが会長を務めていく。第6から7期に会長を務めた浅永は、会長在任中の1965年に、ノーベル物理学賞を受賞。受賞後に、政府から記念事業を打診され、浅永が、自分ではなく学会のためにと答えた結果、日本学術会議の会館が建設されている。 第11期から第12期途中にかけて、伏見康二が会長を務めるが、法改正の騒動に伴い、第12期は、久保良吾、塚田祐三と会長が変わった。その後、近藤二郎、伊藤正夫、吉川博之が会長を務めていく。第17から18期に会長を務めた吉川は、国際科学会議の会長も務めるとともに、 行政改革に合わせた日本学術会議の改革に尽力する。日本学術会議の役割のパラダイムシフトを求めた吉川の考えは吉川理論とも言われ批判を集めながらも改革をリードした。吉川の尽力により総合科学技術会議における議論では日本学術会議側の意見がかなり尊重されたという第十八期で副会長を務めた 黒川清が第19期会長を務め、組織再編が行われた第20期も途中まで会長を務めた。黒川は臨床医師経験者として初めて会長に就任し、吉川の改革を継承して2005年の組織改革を推進。法改正に伴う国会審議でも参考人として出席した。在米経験が長く、 メールも、英語で返すという黒川は、アジア学術会議を軌道に乗せ、日本カナダ女性研究者交流事業も発足させた。第20期の残りから第21期の途中までは、金沢一郎が会長を務める。第21期の残りは、広渡り聖護が務め、その後は、大西隆山際俊一と続く。この間、2010年から、 学術の大型研究計画に関するマスタープランが始まっており、マスタープラン2010、2011、2014、2017、2020と続いている。また、2020年9月に未来からの問い、日本学術会議100年を構想する、を発行した。2020年10月からの第25期は、梶田孝明が会長を務めている。 日本学術会議改則の第35条学術会議は国内外における卓越した研究または業績がある科学者その他の学術の発展に著しい貢献をしたと認められる科学者に対し日本学術会議栄誉会員の称号を授与することができるに基づき栄誉会員が設定されておりノーベル賞クラスの卓越した研究業績や 日本学術会議の活動や日本の科学コミュニティの国際発展などに顕著な貢献をした者が選出される。2020年10月現在までに赤崎サム、江崎レオナ、小林誠、小柴正都南部洋一郎、増川俊秀、根岸栄一、鈴木明、殿川進、李園哲に加え、吉川博之会長、 日本学術会議第17から18期会長、同連携会員、日本学士委員会員を歴任が認定されている。日本学術会議の運営費は全額国庫負担である。行政機関が行う政策の評価に関する法律に従い、日本学術会議の活動の自己評価は日本学術会議事務局自らが行っている。日本学術会議の予算規模は、 約10億円であり、イギリスの王立協会やアメリカのサンアカデミーと比較して収入源の違いはあるものの大幅に少ない。1993から1995年度における内訳は以下の通り。1994年度の予算が多いのは会員推薦時期によりその分の経費が計上されたためである。 2020年10月の内閣官房長官による発表では総額は約10億5000万円人件費などを含む政府社会などに対する提言で2億5000万円各国アカデミーとの国際的な活動で2億円科学の役割についての普及啓発と科学者間のネットワーク構築でそれぞれ1000万円事務局人件費事務費など で5億5 0 0 0万円と発表された。なお、2020年度予算で会員手当は、交通費宿泊費を別として会員が総額7500万円、連携会員が総額1億300万円であった。会議の出席に対して日当は出るものの、手当や旅費支払いの一時凍結や、受領自体を事務局から会員に依頼する状況であると、報道されている。 また、事務局の常勤職員50人の人件費として約3億9000万円がかかっていたという。全米科学アカデミーは1997年の時点で約210億円の運営費に対して8割が連邦政府との行政レビューや答申の契約による公的資金であり、英国王立協会は2013年4月からの1年で、 約97億円の収入のうち、約65億円が公的資金であった。これに関して、NPO 法人ファクトチェックイニシアティブの立岩、陽一郎理事は、アメリカの法人寄付における大幅な減税措置や、使途が義務付けられない多額の寄付を受け運営できる仕組みがあることを指摘している。 なお、第19期副会長のキシテルオは2004年の学術の動向で、欧米は3割から8割しか、公費援助でないことを指摘しながらも、アカデミーが、独立性、中立性、公正性を保つには、他の機関からの資金供与を、なるべく排除しなければならないという視点を示し、日本が、全額国庫負担であることに対して、社会的、文化的背景を鑑みれば、 仕方のない部分が多いという見解を示していた。日本学術会議は多くの国際学術機関で組織構成員を務めており、例えばが挙げられる。また、日本学術会議の委員会で加盟する者としてなどがある。前述の ICSU なども含めて、 日本学術会議は1996年には47団体、2000年には50団体、国際学術機関の構成員となっていた。委員会、文化会が国内関連学会の連携を取り持って、学術講演会を模様すケースもある。これらの分担金は、日本学術会議の予算でまかないなわれており、例えば1995年度には、 総額6,950万5千円が国際分担金として予算計上され、2000年の時点で ICSU には14万ドル、IUPAC には8万ドルの分担金を支払っていた。国際学術機関によっては加盟金を払えなくなる国もある中、前述の ICSU の各国分担金では日本は2000年時点で第3位の加盟金を支払っていた。 なお、日本学術会議が、分担金は既存の学会が占めてしまい、新しい提案が通らないケースがあると言われている。日本物理学会、日本学術会議、国際純粋、応用物理学連合が主催する、原子核物理学国際会議会,会式にて、挨拶する、秋人天皇日本美生物学連盟、日本学術会議が主催する、 国際微生物学連合会議レセプションに行行する、秋人天皇と出迎える日本、学術会議会長広あたり生後国内で開催される、各分野の学術に関する国際会議のうち、国際学術機関の総会など、特に重要と認められる、国際会議について、学術研究団体と共同で開催することで、支援、協力を行っている。 これらの共同主催国際会議は、閣議高等領会に基づき開催されており、皇室の構成員の臨席もある。日本学術会議としての初めての主催は、国際純粋、応用物理学連合に関連して1953年9月に、京都大学で開催された、国際理論物理学会議であった。国際理論物理学会議の開催に際しユネスコや、 フォード財団からも援助を受け、ロックフェラー財団からの支援にあたっては、アメリカ国立科学財団の H.C. ケリー次長の尽力があった。開催は招待制ながら、会場外で非公式の会が多く開催され、海外からの参加者には、リチャード・ P ・ファインマンもいた。一般からの寄付金には、小学生からのものもあり、当時のマスコミも大きな関心を寄せた。 開催後しばらくは国外でも京都コンファレンスとして知られたという。長富正晴は日本学術会議が国際会議を共同主催する意義は開催を機に専門の中だけに閉じない総合的な科学分野への広がりの道を開く点にもあると指摘しており、日本学術会議が日本物理学会や i o パッ p、AP、と共同主催した原子核物理学国際会議や 日本微生物学連盟と共同主催した国際微生物学連合会議では一般市民を対象とする公開講座を催したり関連分野から多様な講演者を招聘したりするなどの取り組みがなされた。2007年の原子核物理学国際会議の開会式において秋人天皇は湯川秀樹や西名義夫らのエピソードを交えつつ核兵器の悲劇に触れた上で 原子核物理学が平和と幸福に資することを願うと挨拶した。このお言葉は内外の研究者らの金銭に触れ国内外で多くの反響を呼んだ。また2011年の国際微生物連合会議では秋人天皇が記念式典と記念懇談会に出席し国内外の著名人が集まった。これについて同会議の国内組織委員長を務めた。 富田房は微生物学分野を日本が重視していることを示すものであったと述解している。しかし会場は限界体制が敷かれることになった。世界の学会との連携、国際的な学術動向の把握、研究の連絡、情報、資料の収集、交換などを目的とした事業を派遣されるのは 日本学術会議会員に加え、以前は研究連絡委員会委員も対象であった。1950年4月、学術関係国際会議への代表派遣に関する内規が制定され、1964年には国際会議代表派遣要領として改定されている。国際学術機関の国際会議などに参加しており、1993年の時点では、 年間約70名を派遣していたという。なお、初めて日本学術会議の代表として通したのは、第1期副会長を務めた西名義雄で、1949年9月の国際学術連合会議に出席した。カナダ王立協会科学アカデミー会長キース・ヒッペル、らの表敬を受ける日本学術会議会長。 大西隆史1983年から始まったもので日本学術会議会員による代表団を派遣している。当初は年に2カ国で1983年度はアメリカ、マレーシア、1984年度はスウェーデン、太陽国、1985年度はフランス、大韓民国と展開していった。 1985年には7名の代表団を送っており、科学技術政策や教育、学術研究の問題点について調査、議論していた。2009年に、バングラデシュ科学アカデミーと、2012年に、ブルガリア科学アカデミーと、2013年に、イスラエル科学人文アカデミーと、2014年に、韓国行政研究院。 韓国科学技術アカデミーと2015年に中国科学技術協会との協定、協力覚え書実施していった。2020年現在は各国のアカデミーと公開シンポジウムやワークショップも開催している。特にカナダとは2005年から日本、カナダ女性研究者交流事業を開始している。これは2004年当時の会長、黒川清が 2004年の日本とカナダの外交開始75周年を記念する事業をカナダ大使館から打診されたことが契機に始まった。女性研究者の交流事業が中心になったのはカナダの女性進出が進んでおり日本は遅れていたためでお茶の水女子大学に実動が要請され室伏君子が推進した。2010から2012年度は 体制見直しのため休止されたものの、日本学術振興会と、カナダ王立協会の共同主催で継続されている。ソ連、中国学術視察団、西名義雄は1950年の3月に、日本学術会議代表として渡米。西名は、国を超えて科学者が協調して、軍事研究を拒否することを試行し、米ソの科学者を日本が橋渡しすることを願っていた。 西名は、台米時に、ソビエト連邦の研究者との接点を探ったが、当時はなす術がなかった。その後、日本学術会議は1952年に、ソビエト連邦及び、中華人民共和国と、学術交流の党を開くことについてという要望を、政府に提出。1955年の5月7日から6月25日に、かけて、第四期会長を務めたかや、 政治を代表とする学術視察団がソ連と中華人民共和国を訪問。同年秋には中国科学院から院長の各松弱を代表とする科学視察団が来日した。翌1956年には学術視察団の報告書が発行されている。G サイエンス学術会議北海道東野湖サミットに向け内閣総理大臣福田康夫に G8 サミットに向けた共同声明を手渡す日本学術会議会長、金沢一郎 G7G8 サミットに合わせて、サミットに参加する国と関連国のアカデミーと共同で G サイエンス学術会議を開催している。G8 時代はロシアも参加しており、2008年における関連国は、ブラジル、中華人民共和国、インド、 メキシコ、南アフリカ共和国であった。まとめられた共同声明は会長から内閣総理大臣に手渡されている。2016年の会議では将来の科学者育成も取り上げられ、2019年には日本学術会議の若手アカデミーから2名が G サイエンス学術会議に出席している。 アジア学術会議1993年から1999年まで日本がホストとしてアジアの10カ国から科学者の代表を集めたアジア学術会議ザージアンコンファレンスオンサイエンティフィックコーペレーションというフォーラムを開催していたフォーラム開催には日本学術会議の予算から約2000万円を使用しており将来的には 各国で分担金を持ち寄る形式に移行することが課題になっていた。2001年にはアジア学術会議、ザ・サイセンス・カウンシル・オブ・アジアとなり、開催場所もバンコク、クアラルン・プール、バリ、ソウルと持ち回りになった。参加国は2004年にモンゴルが加わり、2015年には16カ国、20年、現在は18カ国が参加している。 なお、2014年には、台湾の中央研究員も正式加盟した。アジア学術会議は、日本学術会議に事務局が置かれており、当初は、日本学術会議会長が事務局長を兼任していた。なお、会長は会議の開催国から出すことになっている。IGBP 計画内閣総理大臣、小渕慶造に勧告を手渡す日本、学術会議会長、 吉川博之と日本学術会議 IGBP 専門委員会委員長、茅根勇1986年国際科学会議が地球圏生物圏国際共同研究計画を制定する。日本学術会議は日本もこれに参加するため、1990年4月に地球圏 生物圏国際共同研究計画の実施についてお政府へ勧告し、文部省はこれを受けて大学等における地球圏、生物圏国際共同研究計画の推進についてお検議した。IGBP 計画は地球の変化を地球圏と生物圏の相互作用に重点を置いて解明することを目指した研究計画であり、2000年以降も延長されることに、 なったため、日本学術会議は1999年4月に地球圏、生物圏国際共同研究計画の促進についてを勧告している。1993から1995年度における内訳は以下の通りで2020年の時点でも国際関係の活動として総額2億円を計上している。なお、上述のように アジア学術会議は1993年から1999年まではフォーラムとして日本学術会議により開催されていた。また2000年の時点では国際会議に対して年間発見を対象とし1件あたり500万円から1000万円を援助していたという。内閣総理大臣、安倍晋三と内閣府特命担当大臣、 山口俊一に声明を手渡す日本、学術会議会長、大西隆日本学術会議は政府に対する、勧告や答申、外部に対して、見解、声明、談話などの公表を行っており、といったものがある。なお、外部への提案書には、英語版や中国語版を出す場合がある。内閣府特命担当大臣、山本さないに報告を手渡す日本、 学術会議会長、金沢一郎日本学術会議は政府への勧告により、東京大学不知源資格研究所など多くの共同利用研究所の設立を実現させた。また、1954年には、原子力研究と利用に関し公開、民主、自主の原則を要求する声明を提言。1955年には、1957年に、 南極学術探検隊を派遣する会長団を公表し政府にも提言。設営や派遣民の人選などを日本学術会議南極特別委員会で推進した。当初は日本学術会議と政府の間を科学技術行政協議会が取り持ち提言を行政に反映させていた。しかし科学技術庁ができてスタックが 同庁の科学技術審議会と衣替えし、さらに科学技術会議が発足していくと、学術会議の提言等を実施に移す専用のルートが実質的になくなり担当する省庁の判断に任せられることとなったと言われている。また、2005年の改革では総合科学技術会議と提言する内容に重複がないように住み分けが図られた。 1> 第1期から第16期までの実績を以下の表に示す。ただし、会長談話は第14期から、対外報告は第13期から始まったものである。2020年10月には、2010年8月を最後に、勧告が行われていないことが問題視された。なお、上記表に提言は含まれない。日本学術会議における提言とは、 科学的な事柄について、部、委員会または、分科会が実現を望む、意見等を発表するものを指し、2008年以降、提言は321件行われている。ただし、提言については、政府の担当者にメールで送るだけという批判もある。なお、韓国は、政府がそれを受けると必ず、何らかの対処をする必要があり、 日本学術会議会長経験者の大西隆氏は2020年の取材で一方的で強い性格を帯びる韓国は昔より使われなくなったと答えている。国土交通大臣、冬柴鉄道に答申を手渡す日本学術会議会長、金沢一郎をまた政府から受けた指紋に対して答申を返しており、その内訳は第1期22件。 第2期15件、第3期13件、第4期9件、第5期7件という実績であった。ちなみに、日本学術会議が第5期であった1960年に、科学技術会議が第1号の政府答申を行っている。2005年の改革では総合科学技術会議と住み分けられ、総合科学技術会議と日本学術会議は、 車の両輪と言われるようになったが、東京大学名誉教授の井駒敏明は、現実にはそうなっていないと懸念していた。2007年以降は、政府からの指紋がなくなり、2020年10月現在まで、答申は出ていない。しかし、2007年以降も、政府や官庁から、審議依頼を受けた上で審議し、報告をまとめているケースが2020年10月。 現在10件ある。中央教育審議会の答申により、大学教育改革の論議が起こった際には、2008年に、文部科学省の依頼を契機に、大学教育の分野別質保障のあり方検討委員会を設置。2010年には、大学教育の分野別質保障のあり方についてを回答し、その後も関連学協会とともに、 分野別の教育課程編成上の参照基準に取り組んでいった。なお、1962年3月7日には、当時通商産業大臣であった、愛知喜一が当時上野にあった日本学術会議を訪問。学者たちが研究費に困っていると聞いて、直に話を聞こうと、愛知自ら思いたもので、浅長信一郎、湯川秀樹、坂田翔一。 後藤持ちのり、かや政治らの声に耳を傾けた。浅長は加速機などの機械の問題や基礎研究の概念の変化について解説し、湯川は、境界領域の研究の重要性とそれへの研究費、財政制度の未対応を、坂田は、国際協力を進める上での問題点を訴えた。また、後藤は、特別研究費も、去ることながら、 形状研究費の割合を増やさないと創造的な研究はできない。自由な研究が学問発展のもとと訴え、かやも講座研究費を戦前並みにすべきと要望した。学術研究会議は科学研究費の配分を行う権限を有していた。かつては日本学術会議も研究費に関する諮問に対して答申をする役割があり、科学研究費や 科学試験研究費の予算配分を決めていた。また、2005年の改革前まで、日本学術振興会に対して、科研費の審査員も推薦していた。文部省で1967年に、学術審議会が新設され、1968年度からの審査方法や、審査員の選出方法を変更した際、学術会議は、文部省と対立。 文部省は、学術会議が定数よりも多い候補者を推薦し、文部省がその中から選んで任命する案で、学術会議側は、文部省は選別しないでそのまま任命する案を要求したが、学術会議はその年の委員推薦を事実上拒否した。1969年の可見批配分では、試験的な計算式が導入されたといい、第一部と第七部の文化が、 細分化されていることに伴う審査員のアンバランスを是正するため、研究費委員会はアンケートを取った末に、科学研究費配分にかかる文化、細目、配分因数に関する試案を制定した。2000年からは学協会を通じて、学術会議は審査員の推薦をするようになり、2005年の改革で、学術会議は推薦権を失った。 原子力研究3原則1949年9月にソビエト連邦が原子爆弾の開発に成功したと報道されると西名義雄と荒勝文作は同年10月の総会において原子力は平和利用に限り武器として使わないことを意図した原子力に対する有効なる国際管理の確立要請という声明を提案する 日本が占領されていた日本学術会議の創立時には原子力研究は禁止されていた。1951年にサンフランシスコ講和条約が締結され、翌1952年に占領状態が解かれることになると、日本学術会議の第四部会や運営審議会で原子力の平和利用研究について議論が開始される。 1952年10月の第13回総会には賀谷聖司と伏見孝二による賀谷伏見提案が提出されるが、これは被爆者である広島大学の三村吉田からの大反対に遭う。三村の主張は、米ソ対立が解けて世界中が平和利用に使うことが確定するまでは原子力研究を控えるべきというもので、研究者間のコンセンサスが取れないまま政府へ、 軽減することは控えるべきという意見が多かった。かや、不見提案は取り下げられるものの、これを契機に、日本学術会議内に、原子力問題に対応するための、39委員会、が設けられる。また、原子核特別委員会でも議論が進められた。1953年、徒米時に、アイゼンハワー大統領の原子力政策を知った、中曽根康弘は、 日本の原子力について、佐賀根良吉に助言を乞い、帰国後に原子力予算を検討する。改新党ら3党により提案された原子力予算は、日本学術会議に衝撃を与える。この時、中曽根が学術会議が原子力について何も動こうとしないから、科学者の横っ面を札束で殴ってやったと語ったという逸話があるが、 中曽根によると抗議に赴いたかや政治に対して稲葉治が放った言葉だという。その後、伏見は原子力検証草案も起訴する。なお、この間の1954年3月にビキニ干渉の水爆実験によって第五福竜丸が被爆したことが明らかとなっている。1954年4月に原子力研究と利用に関し公開、民主。 自主の原則を要求する声明がまとめられる。なお、原子力研究三原則は、原子力三原則や、原子力平和利用三原則、学術会議の原子力三原則とも呼ばれ。藤本洋一によると、公開民主、自主の原型は、竹谷光夫の1951年、改造の論文にあるといい、提言にあたっては、 向井坊隆や藤岡義雄も貢献したという。この三原則は1955年の原子力基本法に反映されている。南極学術探検隊への貢献1955年9月26日、国際地球観測年の一環として1957年に南極学術探検隊を派遣することについて会長団を公表し、 同月29日には政府へ提言を行った。11月には探検隊派遣が閣議決定され、設営や派遣員の人選などを日本学術会議、南極特別委員会で推進することとなる。なお、本県の南極探検にあたり、朝日新聞社も企画、資金支援、写真伝送などで大きな役割を果たした。 共同利用研究所設立勧告1955年には、日本学術会議の勧告で、東京大学に不次原資格研究所が設立される。さらに、東京大学応用微生物研究所、東京大学物性研究所、大阪大学タンパク質研究所など多くの共同利用研究所の設立を勧告により、実現させた。なお1953年に、 京都大学基礎物理学研究所が設立されているが、これは京都大学と日本学術会議が床は秀樹のノーベル物理学賞受賞の記念事業として設置させた床は記念館が前身である。一方、実験地学研究所構想は難航した。1963年、実験地学研究所設立問題をめぐってシンポジウムが開催される。 その後1965年の第44回総会で個体地球科学研究所として採択され、12月に政府に勧告される。その後名古屋大学の淵研究所となること、豊川市に用地を確保するなど具体化して、外算要求を重ねていったが、計画はなかなか認められなかった。立命館大学教授の大滝人氏は2001年の 電気科学会の開始に勧告された研究所を全部設立させると当時の国家総予算を上回る経費が必要になるような到底良識のある学者の国会と呼ばれるにはふさわしくない無節操な政策が提案されたとし政府当局の品縮を買ったことは事実のようであると記しており文部省の言源基地はいつの間にか消えてしまった 研究所案も多かったと指摘している。学術の大型研究計画に関するマスタープラン日本学術会議は課題別委員会として学術の大型研究計画検討分科会を設けており2010年から学術の大型研究計画に関するマスタープランが始めている。5年から10年もしくはそれ以上の長期にわたる。 総額数十億円以上の研究計画を選定するもので、マスタープラン2017では、計画の学術的価値、科学者コミュニティの合意、実施主体や、計画の妥当性、社会的価値、大型研究計画としての適否などの選定基準が挙げられている。ただし、マスタープランに選定されたからといって、具体的な計画が進んだり予算がつくわけではなく、 各省庁や民間団体が支援する際の判断材料となる。マスタープランで認定されるものには、重点大型研究計画と大型研究計画があり、全社、速やかな推進が望ましいとされ、後者は学術的な意義を重視するとされる。2010年に、学術の大型施設計画、大規模研究計画企画、 推進策のあり方とマスタープラン策定についてが提言として報告されたが、学会コミュニティの意見が必ずしも十分反映されていないと批判を受け、翌2011年にマスタープラン2011が再度まとめられる。その後は3年おきに2014、2017、2020と続いている。なお、2014と2017における採択件数は、 以下の通り、地区活動、地方学術会議研究者による直接選挙だった時代には地方区の枠があり、そのため選挙制度が改定される第12期までは地方区会議が設置されていた。その後、地区会議に衣替えし、地域と日本学術会議を結ぶ窓口として機能する。特に近畿地区は第15期に、 学術文化懇談会を設け、近畿地区会議と近畿の府県をつなぐ役割を果たした。また、2018年から地方学術会議が開催されるようになり、その第1回目は、京都で日本学術会議員京都として開催されている。若手アカデミーグローバル、ヤングアカデミー創立10周年記念総会。第1回総会には、 日本学術会議の若手アカデミー委員会メンバーが参加している。2000年にドイツで若手アカデミーが発足しており、日本学術会議でも2009年6月に若手アカデミー委員会が活動を開始する。さらに、翌2010年には実動部隊として若手アカデミー活動検討分科会も設置され、同年に開催されたグローバルヤングアカデミーに代表を送り込む。 なお、ギャは2019年時点で83の国から200名の若手研究者が集まって構成され、5年人気で約40名が毎年改選される。日本は設立時には4名の会員を送り込み、その後も執行委員会委員や個別活動のリーダーを輩出した。東日本大震災後の2011年3月下旬に開催された第1回ギャ総会では、 小前井商事が被災若手科学者支援プロジェクトを提案した。同年、若手アカデミー委員会は各学協会に連携を呼びかけ、2014年4月の時点で85団体が参加している。第23期には常設の組織として若手アカデミーが設置され、若手科学者、ネットワーク分科会や、 若手による学術の未来検討文化会、国際文化会などが活動している。2016年には第1回若手科学者サミットを開催。若手アカデミー世界大会にも代表を送り込み、2013年から始まったアジア若手科学者会議は日本が主催している。2019年には日本学術会議の若手アカデミーから2名が、 S g s c i e n 学術会議の会合に参加。科学技術と人類の未来に関する国際フォーラムにも代表者が出席し、世界科学フォーラムや筑波会議では独自のセッションを企画している。日本学術会議の委員会では45歳以下を若手としているが、関連科学協会の若手研究者組織では、年齢基準はまちまちで50歳代の幹事がいる場合もある。 他の国では、シニアのアカデミーと、若手アカデミーが独立した組織になっていたり、シニアと若手で構成員の条件が違っており、多くの国では40歳以下を若手としている。また、ドイツの若手アカデミーでは、選出時点で、学位取得後7年以内という条件がある。日本学術会議は創立当初から、毎月、会員に対してといった会報を配布していた。 これらは日本学術会議事務局及び同広報委員会によるもので日本学術会議の予算で賄われていた。また、1951年の時点で発行していた月報総会記録運営審議会記録は学会や各種研究機関を通して周知し会員外にも年額500円で販売していた。なお、日本学術会議が 総会100回を迎えた1986年から各種学会の機関誌に日本学術会議広報委員会分析の日本学術会議だよりを掲載するようになる。ただし、会放として日本学術会議だよりの抜粋を記すだけの学会もあり、1995年時点では日本学術協力財団の分析になっている。また、これとは別に、 日本学術会議会員が所属学会誌に日本学術会議だよりや学術会議だよりとして記事を記すこともある。外部への広報を強化するため、月報は1996年にとしてリニューアルされた。これは日本学術協力財団から発行されており、購読者から購読料を取る形式に変更になっている。 2009年12月21日には J ステージでの公開も始まった。日本学術会議の編集によりが出版されており、さらに日本学術会議の講演会をもとにして日本学術協力財団からといったシリーズが刊行されている。なお、といった25年史、50年史に加え途中でが編纂されている。また、 2020年9月にはが出版されており、これは日本学術会議のホームページでも閲覧できる。日本学術会議は学術研究会議の時代から引き続きを編纂しており、その後もや、現行医学研究大目集リーセントトレンズオブジオグラフィカルスタディインジャパンといったものを編集していた。また、日本植物学会とは、カールツンベルクに関する、 チュンベリー研究資料を共同編纂していた。なお、日本学術会議からは、という調査報告が発行された。また、日本学術会議の編集で、大倉省印刷局によりも発行されている。第二次世界大戦後の1946年3月、学術研究会議の部長会が、帝国学士院学術研究会議、 日本学術振興会の三団体の再編を、検議する。これにより、文部省は、改祖準備委員会を組織し、三団体の再編を検討していく。一方で、アメリカの物理学者で連合国軍、最高司令官総司令部経済科学局、科学技術科次長の H.C. ケリー博士は、堀内俊夫に接触し、田宮博士、茅谷、誠治、 佐ガ根良吉らチラを加えて、同年6月に、科学障害連絡会を組織していた。科学障害連絡会のメンバーは、最終的に55名となり、コモには、亀山直人や西名義雄が名を連ねた。同年9月28日、ケリーが3団体、文部省、科学障害連絡会の代表を招き、学術体制刷新に対する具体案をそれぞれ、 提出するように指示する。同年10月には3団体は新学士員の構想を具体化していき、科学障害連絡会は同年11月21日に科学技術新体制案を公表する。同年11月27日にサイド・ケリーが各団体の代表を集め、3団体の活動は学会の一部の動きであるため、今後は科学障害連絡会が主導する。 要要請。12月23日には改組準備委員会は自ら解散した。その後、文部省科学教育局長が世話役となって、学術研究体制世話人会が組織され、世話人会の人数は最終的に44名となる。1947年7月、ケリーの要請により、アメリカの米国科学アカデミーから、 学術諮問団が来日し、1ヶ月の視察をもとに、GHQ に、日本における科学と技術の再組織という報告書を、勧告する。同年8月には、学術体制刷新委員会が組織される。108人の委員は、法文理系理行為7部門15名ずつ、総合部門3名という構成で、委員長は、金重博志九郎が務めた。日本側には主に、 ケリーを介して諮問団の報告が伝えられ、改革方針に影響を与えた。刷新委員会の議論では、学士院に権限を持たさないことは一致していたが、民主主義科学者協会の案、人文科学有志案、科学障害連絡会の案が対立した。刷新委員会は1948年4月に、審議結果を政府に報告。日本学術会議法要項と科学技術、 行政協議会要項はほぼそのまま法律化された。世話人会、刷新委員会ともに科学障害連絡会のメンバーが中心となり、当時40歳代であったタミヤ、カヤ、サガネが活動の中核を担っていた。研究者の直接選挙による会員推薦方式はカヤとサガネが強く主張しており、二人は刷新委員会に設けられた政府、 占領軍と接触する障害委員会4名の中にも加わっていた。科学障害連絡会が現役研究者を中心としていたのに対し、学士委員は世間一般からも養老委員化、権威の空洞化、無力、秘密主義、独善と厳しい批判を浴び、改革により権力を失って栄養期間に止まることとなった。なお、諮問団の勧告では、 民主的に選出される諮問機関は非政府組織とし、諮問機関の審議を行政に移すための行政委員会を政府に設けようとなっていた。家研費審査委員の推薦挙否問部省で1967年に学術審議会が新設された頃、1968年度から、家研費の審査方法や審査委員の選出方法を変更することになっていた。 審査委員の選出方法について学術会議は文部省と対立。文部省は学術会議が定数よりも多い候補者を推薦し、文部省がその中から選んで任命する案を提示したが、学術会議側は文部省は選別しないでそのまま任命する修正案を要求した。学術審議会の加谷会長は仲裁のため、 学術会議側の案に近い加谷提案を出すが、学術会議は応じなかった。当該年度から加検費が大幅に増額されたため、文部省側には、その審査を急ぎたい事情があったが、学術会議は、新方式は、学術会議のフィロソフィーに関わる重大な変更であり、十分な検討を要する以上、本年度の審査員推薦には応じられないと回答した。当初、 学術会議の研究費委員会は新方式に好意的であったため、文部省側で可見費特別委員会主査として接衝していた、元東京大学物性研究所所長の武藤俊之助は、あれは、配信行為と、後々まで語っていた。なお、学術会議側には、学問研究の官僚統制、個々の研究者の政治支配を可能にする。 と疑われても仕方のない改定という認識があった。一方で、文部省の言元基地は1982年の著書で、学術会議では、かや提案を受け入れる意見が大勢であったが少数、意見がそれを覆したことを指摘し、学術会議の一部の勢力は問題を大きくして、文部省に責任を負わせ、 科研費の審査権限を文部省から取り上げようとする暴略を持っていたのではないかと推測している。1968年4月には学術会議会員と学協会代表が懇談する科学研究費補助金に関する懇談会を開催し、会長の浅永新一郎が状況を説明。そこでも学術会議側の対応が指示された。 結果的に学術会議は同年度の委員推薦を事実上拒否した形になり文部省側が審査委員の選定に当たることになった。実質的には学術審議会と各種学協会が選定を担ったが協力を拒否した学協会もあった。また、後に可見費が採択されても新方式に反対だからと、 科研費を辞退した研究者の事例も3件あったという。なお、本件は各種新聞でも大きく報道され、全体的に旧方式に関しては否定的な論調であった。学術会議と文部省の対立については、学問の自由を侵されるという見解を載せる新聞もある一方で、1968年3月29日付の朝日新聞の社説は、 学術会議は自己反省や謙虚さにかけ国民大衆を忘れていると指摘し会員の老害化により一般研究者からも次第に有利されつつあるとし学術会議は国民の関心も失いつつあるという批判を掲載していた軍事研究に関する生命朝鮮戦争改戦の2ヶ月前1950年6月に戦争を助長し 戦争に協力すると思われる研究には今後絶対に従わないという声明案が提案され最終的に戦争を目的とする科学の研究は絶対にこれを行わないというタイトルで採択されたまたベトナム戦争時の1965年日本学術会議から国際科学会議に派遣されていた藤岡義夫は資金源についての申し合わせを提案し ICSU とその参加組織は、いかなる目的であっても、国家の、いかなる軍事組織からも、資金を受け入れあるいは仲介してはならないことが、確認されている。1967年5月、日本物理学会主催、日本学術会議講演により、国際純粋、応用物理学連合参加の反同体国際会議が、京都で開催されたが、この会議における、 アメリカの参加者に対して、米国陸軍極東研究開発局から資金供与があったことが明らかとなる。さらに極東研究開発局が1959年から19の日本の大学研究所に対して、アメリカで研究されていない医学などの研究に、総額で数百万ドルの資金を援助していたことも発覚する。当時会長であった。 浅永信一郎が参議院予算委員会に呼ばれる事態に発展し、浅永は記者会見で遺憾の意を表明。日本学術会議では運営審議会を経て、学問思想の自由委員会や学術交流委員会、長期研究計画委員会などの常知委員会で議論を重ね、5委員長の連名で声明を発表する。この声明は1950年とほぼ同じ。 内容であったが、表題は、軍事目的のための科学研究を行わない声明となっていた。近年の国際社会の動きでは、ハイブリッド戦争やサイバー戦争と呼ばれる工作活動も見受けられるため、2015年に防衛省が制定した安全保障技術研究推進制度に対し、日本学術会議は防衛省や文部科学省と議論を進め、 安全保障と学術に関する検討委員会を設置する。検討会では、日本学術会議会長で、検討会委員の大西隆史と有識者として、検討会に招かれた池内亮の意見が対立。大西は攻撃のための研究はダメだが、自衛研究は良い。デュアルユースは区別できるとしたが、池内は攻撃と自衛の研究は区別できず、 自衛のための研究も認められないと主張した。学問の自由が保障されるかという観点では、大西は研究成果が公開されるので問題ないとしたが、池内は防衛省職員が研究進捗の管理に関わることから担保されるはずはないとした。サイバー犯罪の大規模化がサイバー攻撃として武力の行使に近いものになるという懸念も示された。 2017年には、軍事的安全保障研究に関する声明を発表し、報告、軍事的安全保障研究についてもまとめられた。声明には1950年と1967年の、声明を継承するという文言が含まれ、安全保障技術研究推進制度で政府の人間である防衛省職員が進捗管理に関わることの懸念も表明した。 また、報告では、自衛目的の技術と攻撃目的の技術との区別は困難な場合が多いと明記された。その一方で、日本学術会議に関係する研究者が中国軍の国防7校に所属していたことが2021年1月に報じられている。 日本学術会議の声明の影響で、防衛省の安全保障技術研究推進制度への応募が2015年度の58件から、2018年度18件、2020年度9件と、減少したと報じられている。また、2019年には、日本天文学会の学会誌、天文月報で議論を呼び、2020年10月の日本学術会議の見直し論議でも、 本声明が注目された。国立大学協会会長の永田京介は2020年3月26日の記者会見で GPS の過去の例ウイルスに対するワクチン研究が生物科学兵器に転用される可能性を例にデュアルウイルスは難しい自衛のためにする研究は省庁がどこであれ正しいと思うと日本学術会議が 大学や研究者に事実上研究を禁止することに批判的な見解を述べた。また、東京大学教授の戸谷智則は、1967年の生命の表題に、戦争や平和ではなく、軍事目的という言葉が入ってしまったことの影響や問題点を指摘するとともに、日本学術会議の影響力から、非民主的に選ばれた、ごく一部の研究者の団体が、 すべての研究者に確一的な価値観を押し付けて自由を縛ることが許されるだろうかと問題提起した。政府による人事介入第一期から会員を務めた伏見浩二によると科学技術行政協議会に出席する委員を日本学術会議から推薦し政府がその人物を委員として発令することになっていた。しかし、 ハニゴローと山田勝三郎については政府は発令を出さず欠員を生じながら協議会が開催されていたという2014年会員105名の推薦時に政府が理由説明を要望会員任命はそのまま行われたが最終選考に残った12名を加えた117名の名簿も政府に提出した2016年 補充人事で官邸から事前説明を求められ、日本学術会議は優先順位をつけて候補を提示。しかし官邸から難色を示され、ため、日本学術会議は補充を断念した。これに伴い、翌2017年の会員推薦でも事前説明を実施した。当時は大西隆会長の時代であり、元外交官でジャーナリストの佐藤優は、 体制会長が事前説明というルール変更を一旦受け入れたことの問題点を指摘した。2020年10月1日、新会員の任命が行われたが、任命権者である菅義偉首相は理由を明かすことなく、学術会議が推薦した105人のうち6人が除外された。2004年に組織内部からの推薦を受けて会員に任命される制度となって、以降、 除外される措置は初めてであった。新聞赤旗のスクープが契機となり、学術会議の独立性や、学問の自由が損なわれるとの批判が巻き起こる。2020年10月1日付で会長になった、梶田隆明は、翌2日、説明と6人の任命を求める、要望書を同会議に提案し、同月3日に、同会議は内閣府に送付している。同月5日、 菅義偉首相は記者会見を行い、学術会議は政府機関であり会員は公務員1983年当時は学会推薦であったが、現在は個々の会員が推薦する形に変わっており、会員が自分の公認を指名することが可能。学術会議は従来よりそのあり方について議論されており、総合的、俯瞰的な活動が求められているといった点から、 任命について法に基づき判断する必要があると釈明した。その後、2016年の補充人事で官邸が難職を示して補充を断念したこと、2017年の会員推薦時には事前説明を実施していたこと、6名に難職を示したのは杉田和弘官房副長官であったことも明らかになる。90以上の学会が 共同声明を出し、大学や市民団体も抗議声明を出した。また、ネイチャーなどの世界的学術雑誌も批判を行い、野党第一党である立憲民主党の枝野幸男代表なども、明確な違法行為と非難にした。一方で任命を拒否された、大学教授の教え子に対する嫌がらせも発生したという。また、 同年10月7日には自由民主党の下村博文、政務調査会長は政府へ提言し、日本学術会議のあり方自体を検討、議論し直す考えを示し、日本学術会議のあり方問題が議論されていく。1983年の法改正、中曽根康弘1981年5月、総理府総務長官の中山太郎が、日本学術会議の 公先生に疑義ありと発言する。同年10月の同会議総会において、当時の同会議会長の伏見康二は、学術会議の性格を変えてはならない。会員の選挙性を守ると語り、研究連絡委員会の役割の重要性を強調した。当時副会長であった岡倉小四郎を委員長とする改革委員会を中心に、 各部定員30名のうち20名を選挙で選び、残り10名を推薦制にするという改革要項がまとめられ、1982年10月の総会で決議。政府との交渉に入るにあたって三役の任を一心が必要として、会長の伏見と副会長の岡倉、塚田雄三は辞任し、第12期途中で、会長は久保良合に交代。 久保新会長は首相に改革要項を提出するが、鈴木善校政権時の1982年11月、総理府総務長官から改革についての総務長官試案を示される。1983年2月の総会、4月の臨時総会も経て、久保会長は改革要項に基づく接触を続けるが、中曽根政権は同年4月に、 日本学術会議法の一部を改正する法律案を閣議決定。その内容は登録された科学者団体を基礎とする研究連絡委員会ごとの推薦制というものであり、学術会議の事前合意なしに国会へ提出された。これを受けた5月の総会で職務遂行は困難として、久保は会長を辞任。塚田雄三が会長を引き継ぐことになる。 当時の中曽根康弘首相は国会で学会やらあるいは学術集団からの推薦に基づいて行われるので政府が行うのは形式的任命にすぎません。したがって実態は各学会なり学術集団が推薦権を握っているようなもので政府の行為は形式的行為であるとお考えくださればと形式的任命であると答弁していた。11月の国会で 改正法案は可決され、塚田会長は遺憾の意を示す声明を発表。塚田と副会長は、けじめをつけるために辞任したが、再任されている。このように、第12期は一貫して、政府の法改正に、反対の立場を取った。1980年初頭の頃から、コープテーション方式は、政府の宿願であったとも言われている。日本学術会議の側でも、 公選制では複合領域、学際領域の研究者や重要な国際学術団体を担っている学会の代表者が選出されにくいことから3分の2は公選で残り3分の1をコープテーション方式とする提案があった。なお、この法改正で研究連絡委員会が法制的に確立し定員が拡充された。また、研究連絡委員会 文化会専門委員会における、専門分野の枠組みも再編されている。2004年の法改正政府の行政改革を契機に、日本学術会議も改革が求められるようになる。1997年の、第17期諸島、会長の吉川博之は、日本学術会議は、かつてのような大型陳情団体ではないと宣言し、ほぼ一人で、 内部討議のための改革提言を書き上げる。吉川は、指摘諮問委員会、未来構想懇談会を設け、日本学術会議としての改革基本構想を議論していき、1999年の連合部会で案を示すが、議論は紛糾する。第18期に入ると、日本学術会議のあり方に関する委員会を設置し、吉川は、学術の動向に論文を発表。 さらに、委員会は、中間まとめを2002年4月の総会で報告し、これが改革の学術会議案になっていく。また、中央省庁等改革基本法の第17条の9には、日本学術会議については、総務省に置くものとするが、総合科学技術会議において、そのあり方を検討することと定められており、総合科学技術会議は2001年5月に、 日本学術会議のあり方に関する専門調査会を設置。2003年2月に最終報告が出され、同年7月に日本学術会議の改革の具体化についてがまとめられた。これには学術会議案がかなり反映されたという。2004年に法改正がなされ、会員はコープテーション方式で選出されることになった。所管の総務省が 内閣法制局に提出した法案審査資料には推薦方式変更にあたって日本学術会議から推薦された会員の候補者につき内閣総理大臣が任命を拒否することは想定されていないと書かれていた。改正により組織も7部構成から3部構成になり縦割りの打破を図られた。政策への提言なども総合科学技術会議との住み分けが図られた。 また、この改革で、日本学術会議は、科研費の審査員推薦権を失い、登録学術研究団体は、日本学術会議協力学術研究団体に、変わった。改革案がまとまりつつある2003年、日本原子力研究所の郷の部広は、政府の一組織である、日本学術会議は、他の政府組織の所証事項に関しては発言しては、 ならないと制約を受けているように捉えられることを懸念し、その結果、日本学術会議には国際学術交流を除けば、抽象的な機能のみが残ることとなったと指摘した。法改正に伴い2005年に改選、組織再編がなされたが、改正前の第19期だけは1年短縮された2年任期になった。第19期は40代の会員は例名で、 平均年齢が63.5歳だったものが、第20期では40代会員14名、平均年齢58.8歳と若返りとなった。しかし、国立大学編長、選出地域の偏りという特徴も見受けられた。2005年改革の宿題2004年に改正された、法律には付帯決議があり、今後10年で日本学術会議の見直しを図るとされていた。 第19期副会長であった、伊佐の通圧は、第20期が始まった後の2006年1月の、学術の動向において、10年後見直しといういわば、次元的な法という理解があると指摘し、今回の法改正が、日本学術会議自身の意思によって行われたものと、言い難いから、日本学術会議は、早急に自らの改革に取り組むようにとの激励と、 見ていいのではという認識を示した。また、会員は、今回の会員の選考基準の公表を求めると、ともに、新しい組織では、個々の領域だけでなく、横断型、俯瞰型の課題が重要になることから、会員に対して、その、主な役割は、それぞれの専門分野に限定されない、領域横断、俯瞰型の知見の発揮と、調整及びマネージメントにあろうから、 これらのミッションをこなす能力がないと、なかなかに、大変と指摘した。2014年7月、日本学術会議の新たな展望を考える、有識者会議が、内閣府の科学技術担当大臣のもとに設置され、翌2015年3月に報告書、日本学術会議の今後の展望についてがまとめられた。活動面では、緊急課題や新たな課題への機動的対処等の、 改革の趣旨、目的は実現されてきており、活動面においては着実に成果が上がっていると評価され、組織面でも一部には改革で意図された成果が現れているとされたものの、改革の趣旨を尊重しつつ、運用面での工夫を重ねていくことが期待された。この報告書に提示された改善策には会員について求める、 人材像や選考プロセスのオープン化が求められ、自らの専門分野の枠にとらわれない、俯瞰的な視点を持って向き合うことのできる人材が、望ましいという提言がなされた。また、コミュニケーションについては、若手アカデミー活動や、地域活動の推進などが盛り込まれていた。また、慶応義塾大学名誉教授の小沼通事は2017年の、学術の動向において、 研究者の直接選挙から学協会推薦、コープテーション方式と変遷していく中で一般研究者の関心が薄くなっている問題を指摘。特に企業研究者などは日本学術会議を自分たちの代表と考えていないこと、日本学術会議の独立した発言を嫌がる人たちがいるのだから、学術研究者や社会、特にメディアとの交流を強化しないと、 学術会議の将来は危うい、などの懸念を持っていた。2020年の見直し論議2020年10月1日、日本学術会議が推薦した、新会員候補105人のうち、6人が、任命権者である、菅義偉首相によって理由が明かされないまま任命を拒否され、日本学術会議の独立性や、学問の自由が損なわれるとの批判が巻き起こる。 その後、2016年の補充人事で官邸が難色を示して補充を断念したこと、2017年の会員推薦時には事前説明を実施していたこと、6名に難色を示したのは杉田和弘官房副長官であったことも明らかになる。自由民主党は、潮屋立を座長とする学術会議のあり方を検討するプロジェクトチームを組織し、 同年10月14日に初会合を開催。同年11月中に秋の行政刷新レビューで予算や組織形態を検証し、12月上旬に自民党が日本学術会議のあり方について提言をまとめ、同月下旬の自年度予算編成に行政刷新レビューの結果を反映される方針を示した。10月16日に梶高会長は 菅義偉首相を訪問し、任命拒否の理由説明と6名の任命を求める要望書を直接提出。さらに、日本学術会議のあり方について、梶田会長と井上新次科学技術担当大臣が中心となって、今後の協議を進めることが確認された。なお、同年10月28日の国会答弁において、菅義偉首相は、 民間出身者や若手が少ないこと、出身や所属大学に偏りがあり、多様性を考慮したと弁解した。しかし大西流言会長は、2005年当時に比べて、東京大学出身者は3割近くから17%程度へ、関東の大学在籍者の割合は63%から5割程度に減少しており、会員の偏在には、 改善が見られると反論している。なお、女性会員は、第19期で13名だったものが、第20期で42名の約20%となっており、第25期の時点では、約38%にまで達している。また、同月30日の国会答弁において首相は、宮廷大所属が45%を占め、産業界は3%。 50歳未満の若手は3%に過ぎないと指摘した。野党などは、この答弁に対し、任命拒否された6名のうち3名が、私立大学所属であり、女性も1名いると批判している。また、この議論に関して、アメリカやイギリスの学者団体には、税金は投入されていない、中国の軍事研究につながる、専任人計画に、学術会議が、 積極的に協力している活動が見えていない。などのご情報が拡散された。1949年から1970年の間、日本学術会議は旧帝国学士院の建物にあった。移転後は日本学士院が引き続き使用していた。日本学術会議。 日本学術会議のより、4役割発揮に向けて公表 http://www.scj.go.jp:/j:/info/.kohyo/.pdf/.kohyo-25/.s182/.pdf、oh、s 本節に掲載しているものは、出典として使用された、レファレンスとしての文献。 著者名の五十音順に記している。本節に掲載しているものは、ファーザーリーディングとしての文献。時系列順に記す。ありがとうございます。